今回はこちらですね。これはね、イーヨーの車です。これも大変希少ですね。もともとこれディズニーで売っていたものなんですが、まあ、これ高いんですね。今これも手に入りません。で、これ当時売ってたのが750円ぐらいだったんじゃないかなと思うんですが、今これめったに手に入らなくて、下手したら1万円近くしますよ、これ。すごいですね。750円ぐらいだったものが1万円で跳ね上がりましたみたいなね。すげえ値段だなみたいなね。さすがイーヨーだわみたいなね。もうイーヨーはね、すぐまあ諦めますからね。もういいよみたいなね。もうほんの1秒か1秒ぐらいかな。1秒か2秒経つとね、すぐもういいよって言って、もうすぐ諦めるんで、この人。だからね、なかなかそういうキャラクターであって、イーヨー人気はあるんだけど、やっぱりこうね、すぐお客さんに買ってもらわないと、もういいよみたいな感じしまっちゃうと思うからね。だからこれ人気がすごい高いんだよ、これ。だからもうこういうものが出たら即買った方がいいんですね。で、これは1万円近くするというね。安いやつだって5、6千円ぐらいしますからね、これ。ちょっと傷がついてたりなんかしてもね、ボロボロの状態でもそうなんだけど、これなかなかなくて、これ1000円以下で手に入ったかな。だから800円ぐらいかな、実質的には。だから800円で手に入らないなら、考えられないんですけど、今これ1万円近くしますからね。で、そこからちょっと長い年月が経っちゃったんで、ここのところの塗装の剥がれがちょっと出てきちゃってるんですが、まあなかなかこう、いいようなね、感じで、よくできて可愛らしいですね。だからやっぱりこう、キャラクターものとかね、ディズニー系のものとか、キャラクターものって強いんだわな。だからこういったものってのはね、最初で言うとなんだこらみたいなね、いう人もいるんですけども、ただこういったものが後々にすごい高いもの、高いものに化ける時があるんですね。ですからこれ なんだこらなんて思って甘く見てると、とんでもない金額になったりするので、まあそういったところがね、こういった車の持つまあ魅力というか、迫力ではあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ非常にこのイーヨーの可愛らしさとね、ピンクのシートがなかなかいいなと思いまして、で、メッキのね、バンパーも履いてるっていうのがなかなかこうおしゃれで、非常に高い車でございますけど、いいなというふうな車です。どうもありがとうございました。